はい、6時32分になるところですね。ズバリ言わせて、今朝はですね、産経新聞論説委員の山本秀也さんです。おはようございます。おは,ますおはようございます。冬のオリンピックも相当関心高いですかうん、あ、中国ですかあ、私自身。<laughs> うん、まあ。 そうですね。やっぱり新聞社を務めてますからね。ずっとあの、中継みんな見てますし。そええ、あの、それなりに同僚盛り上がってますけど。平昌ン風のひどさだとか、なんだかんだ言われてますけど。今度は2022年に冬のオリンピックは中国の北京で開催と。そうですね。厳密に言うと、北京と隣、山越しでながってるあの、超華口っていう街ですね。超華口ええ、あの、春という字に家に口と書くんですけれど。ええ、超華ええ、あの、これ、 モンゴルとの境みたいな印象ですね。あ,<ー>あ、まあ国境じゃないんですけど、うちモンゴルとの、えー、文化的な境みたいな印象で捉えられてるとこですね。えー、あの、全然私イメージ湧きませんけど、結構発展している都市なんですかいや、あのー、そうとは言い難いと思います。いいただ、昔は日本人なんかも住んでた街で、えー、あの、大平正康さんなんかもお若い頃は。えー あの総理の。え、あの、ーあの、あの、総理やられた方が、あの、大倉官僚の若き日に、ここにあの、日本の、あの、公安院っていう役者の出先で多分行っておられたんだと思いますけど。そんまあ、そんな歴史もある街ですよね。政府はどういうふうな取り組みをするつもりなんですかね。まあ、もちろん、あの、夏の北京五輪の成功っていうか、まあ、あの、あれだけ派手にプレイアップしたっていう経験を持ち込んでですね、 やっぱりその地域割りっていう伝統的な考えから言うと、本来的にはソウルでやって、その後中国でやってって、ソウルじゃない、あの、韓国でやってですね、えー。ということはちょっとありえないんですけれど、それをまあ、豪安で持ってきて、しかも、あの、夏冬続けて、同じようなエリアでやっちゃうっていうのも。ああ、確かに。ええ、あの、まあ、異例ずくめなんですけど、そこは中国はやっぱり習近平政権の国威発用の場だというふうに見てますね。ウィンタースポーツって盛んですか中国。 盛んになってきたというところでしょうかね。そろそろええ、あの、うんうん、いや、だいぶ盛んになりましたんですけど、ええ、私は若い頃はもう中国に関わり始めた頃っていうのは、ええ、スキーっていうのはだいたいあの解放軍の冬季演習かなんか鉄砲担いで、あ平田さんええ、あの白い布をかぶって、 あの、あ<ー>山岳戦闘訓練がなんかやってるの、ええー、あれが公表されるくらいだったんですけど、今は本当にあの、あれですよね、ウィンタースポーツと、あの、北海道なんかに来て、楽しむ中国人旅行客増えてる、えー。中国の中にもスキー場っていうのは結構あるんですかあ,あります。<今>それからスキーある場所っていう点では、あの昔の南州国時代から、えー、あの開発されてましたから、えー、あることにあったんです。はははああ、なるほどね。えーう ということは、まあ、かなりの盛り上がりも期待できますけども、あの、中国とほら、メンツ国家ですから、うん、やっぱり金メダルを何個取らにはいかんとか、まあーやはりなんだかんだで、これからすごく力入れていくんじゃないですか。まあ、もちろん今も入れてるんですけれどね、あ,あ,ええ、あの、ちょっと今回は、あの、 パッとしてないですね、見てると。えー、特にあれ、えっ、ー、と、スケートのショートトラックですか,かね。あの、えー、男子1000メートル、女子500メートル、あれで30分の間に4人まとめて失格が出てしまいまして、<laughs> えー、韓国の、なんか、五輪運営おかしいんじゃないのかっていうイチャモン付けみたいな書き込みが中国のサイトにいっぱい出てましたけどね。えー ああ、そうですか。で、中国っていうとね、ええ、何によらずあの、人海作戦ええ。ね。それからあと共産党政権特有の、ここに何作るって言ったら、そこに住んでる人もみんなバーッとどかして、ええ。あっという間にね、物を建てるとか、まあ、そういう,うい、ね、イメージがありますけど、やっぱりそうなりますか、ね、まあ、あの、ええ、ただここはあの、もう山の中で人、その、あの、人がまとめて住んでるとこどかすっていうのはそうはないとは思うんですけど、<laughs> まあ、どっちにしてもやっぱりあの、 すごい施設はやっぱり作ってきて、ええ、作ってますね、今なん、ええ、私は見に行ってないんですけど、これやっぱり相当すごいようですね。施設っていうのは宿泊施設ですかいや、あのー、うん、競技施設とか観覧施設ですね。スケート場とか、えー。もともとその、北京の郊外って言っても、ええ、そのもともとウィンタースポーツのなんか中心であったわけではないし、だ、ええええ、から超加工っていうのは今お話した通りで、もともとは大変ちょっと偏僻なイメージのある街だったんですから、 まあ、あの、ここに作って、その後、ウィンタースポーツの、なんていうか、メッカみたいにしようっていうところなんでしょうかね、あ,<ー>あの、五輪開催後は。なるほど。 あの、ピョンちゃんと比べて気候はどうなんですか相当やっぱり厳しいんですか雪は降るんですか雪は当然まあ降りますね。えー、あのー、寒いです。あのー、えー、特に北京から山一つ越えるとものすごく寒くなりますから。まあその意味では、冬季五輪には、えー、あの、向いてるとも言えますけどね。ジャンプ台のもがあるんですか今、作ったのか作ってるか、あのー、計画はなんかみたいな気がいたしますね。ああ、そうですか。えー、まあもちろん、あの、大会までに企画に合うものは当然作ってくると思いますけど。えーえーえー まあしかしあの、ピョンチャンで氷点下20度くらい行くんですか <laughs> まああの中国のあの、私、 一番寒かったら氷点下35度っていうところに行ったことありますけど、あま,まあ、いずれにしましても、あそこはもう、えー、本当鼻水も涙も凍るくらいの温度ですからね、そこは。ウィンタースポーツと一口に言っても、寒すぎるとダメなんですよね。そうですね。ねだから、<ー>北京の郊外っていうのがいいのかどうなのかって、ちょっと私はやらないもんですから分かんないですけど。はい、えー、2022年、今度は北京の郊外、超加高市、市ですね。えー、まあ、市、ですね市、市、ね、市、はい、市、市、市、で行われるということで。 まあ、それまでにはですね、施設、宿泊設備、その他、それからウィンタースポーツの人気、そんなものをですね、政府が盛り上げようという数々の作戦があるようです。はい、それでは山本秀也さんは続いては7時から登場です。はい、今朝のコメンテーターは、産経新聞論説委員の山本秀也さんです。山本さん、はい、昨日の夜ですね、10時過ぎに、今のニュースにもありましたけども、 安倍総理とトランプ大統領がね、<っ>電話会談をした。そうですね。それも1時間15分の長きにわたったと,と。まあやっぱり長い印象ですね、これは。私の率直な感想は、なんかムンジェイン、韓国大統領がですね、はい、あの、キム・ヨジョンさんへ、え<っ>、えー、党第一副部長ですかえ<っ>北のね、あの人を迎えて、 まあ、満面の笑顔でね、もう毎日3日間ね、会いっぱなしというですね、手を何回握ったことやらというう。何回握ったんでしょうね、ね<ー>本当に。逆に、あの態度を見てると心配になるっていうのもわかるんですけど心配の裏打ちですね、<laughs> もうあこまで行くと。これは あの、専門の山本さんから言うと、どういうような話の内容が考えられますかあの、首脳会談1時間15分ということは、はい、まあこれもちろん長いということはかなり、あの、具体的なことについても話をしたんだな、はい、ということは、具体的にね。ええ、えええっていうことですよね。で、具体的とは何ぞやっていうことは、はい、だから北野に対してどういう対応を取るのか、ええ えー、話し合いをするとしたら、何が前提になるのかということの再確認と。オリンピック後ということですね、それから、まあ、当然あの、繰り返していることですけれど米韓合同軍事演習はこれ、オリンピックが終わったら、かっちりやってもらうはずですよねというようなことですよね、はあ、いずれにしてもあの軍事、政治、両方の具体的な対応について、ええ、ある程度踏み込んで話をしたと、ええ、おそらくそういうことなんだろうと思いますね。はあ 文在寅大統領が北に対してこう、いわゆるこちらが冷静に見てると、やりすぎなぐらいね、えええー、心が傾いている。<ん>しかも、あの、なんか、 え南北首脳会談をやりに、ね、<え>え招待されて、北に行きかねないという、そういうような雰囲気。まあ釘は刺してるんで、うんまあ、その釘刺しが、その会談のテーマでもあったわけですけれど、<え>まあ、やっぱり驚くのが、韓国で行われた世論調査ですね<え>えっと、南北首脳会談やるべしというのが 3,、はい、そうですね、えー、これはちょっと驚きですよね<え>、まあ、おそらくそうなんだろうと思いながらも、77っていう数字を見せられると。はい とっとって感じはしますよね。うん、まあ一応、その中の半分の人はいわゆるその核についてのね、えー、それが前提にはなってますけどもまあ凍結廃棄が前提とは言うんですけど、うん、それがどの程度の硬い前提かというのは、えー、まああの、日本とアメリカが考えてるほど硬い前提かどうかっていうのは私は疑問だと思いますね。<ー>いざやるとなった場合はムードに流されかねない数字だと思います。ムンジェイン大統領はその北朝鮮のね、えーえー、ミサイル核についてはですね、えー あの、どういうふうに感じてるんでしょうか脅威はないんでしょうかいや、もちろんないことはないんですけれど、ええはい、しかも彼も安全保障の何たるかって全くわからないほど温痴ではないとは思いますが、ええ、いかんせんやっぱり先に来てしまうのが北との融和 あの、あ<ー>先に見える統一のホライゾンみたいなものが見えてしまう人なんで、で、あの、キム・ヨジョンという、まあ、あの、お美しいことは認めても良いんですが、ちょっとこの人どういう人かなと、<っ>私などはちょっと警戒してしまうタイプなんですけど、まあ、それは置いときまして。瞬間瞬間にちょっと鋭い顔しますよね。あの、うん、無理やり作り洗いした後に戻った顔があまりに怖すぎたので私は聞いてましたけど、まあ、いずれにしてもその人とやっぱり手を握って離さない、あの、輝く、あの、ムンジェイン大統領 それをの目を見てると、何が見えてるのかって、のはおそらく日米が見てる。空間とは違う光景見てんだな。まあ、選挙戦の時から、その統一ということはですね、掲げていたようですけども。まあ、それが何か、こう、まあ、具体化するっていうわけではないけども。なんか、北を迎えると、血が騒ぐんでしょうかね、ええ。騒ぐんでしょうね。うんうん、だから、今回のオリンピックについて、まあ、特例だ、別枠だ、あの、あということで、まあ、いろいろ。手は打ったんですけど、やっぱり。 あの、お金の出し方ですとかね。はい、まあ、そういったものを見てると、これ、国連制裁なんていうふうに考えてるんですかっていうのは、やっぱり言いたくなりますよね。まあ、その釘刺しという点が一つ。えー、あと、からまあ、オリンピック中ということなんで、まあ、無茶はないとは思うんですが、はい、あの、2月16日が先代の金正日ョン・イルの生誕,で生誕記念日だということも一応頭に置いた会談の日程だったのかな、という感じはいたしますね。 ああ2月16日が亡きキム・ジョン・イルさんの誕生日です。誕生日ですね。あの、やっぱり北の行動を見る場合に、その党とか国家指導者のやっぱり誕生日ですとか、そういった記念日ってやっぱりある程度はめてみていかないといけないし、実際彼らもそれを意識した行動を取ってきますから。ちょっと心配が余ぎると。いうことですね。まあ、ですからまあ、それもあってオリンピック後の話し合うことでしておこうかということだったんだと思いますけどね。なるほど。